始まった。さあ頼むぞ、村人陣営占い師来い。頼む頼む。おお、カリウド、いいね。さあ始まりました。今日一発ラストの、まあラストか分かんないけど、とりあえず人狼殺やっていこうかな。この部屋はね、狂人もいますんで、狂人っていうのは人狼の仲間、しかしながら、まあ占い しても白と出るんですよ。なので難しい、この役は。これはもう人狼を生かして最後、まあ2人もしくは3人で村を殺すと。昨夜は誰も死にませんでした。はい、1日目1週目朝ですね。おはようございます。はい、ですね、僕いきなり使用させていただきます占い師です。で、先ほどですね、正面のこう7番か8番かっていうどっちかを占おうとして、で、まあ、結果的にさっきは8番を占ったんですけど、その時周りの人からボロカスにセオリーを守れ、セオリーを守れとボロカスに言われたので、今回は左側の4番の方を占わさせていただきました。白でした。占った結果、黒判定ですね。はい。狼側の皆様お疲れ様でした。以上です。4番。マジで？いきなり。マジか。発言してください。はい。何もカミングアウト。3番さん。まあ、黒出しなので狂人なのかなっていうのを思ってます。はい、まあ、本当の占い師の方は出てきてくださいね。なるほど。発言してください。村人陣営のドマ王です。ドマ王で3番さんが4番さんに黒出しと、まあ黒が出てしまった以上ねってことやけど、まあ対抗が出るとは俺も思っとるけど、な、2人か3人かになると思うけど、まあ、黒出しされた以上ってやつやね。うん、まあ占い理由に関しては俺ね、セオリーとか嫌いやから別にそうは全然全く本当に思ってない。うん、で1番2番さんごめん、もし演技とかやったら普通に喋ってくれるとありがたい。聞こえづらいしね、単純に。6番1番次第だな。プレイヤーは1番のプレイヤーは発言してください。3番さん、4番さんに黒出し、8番さんが、9番さんに白出し、白でしょ。2番。あ、お疲れ様です。おはようございます。3番さん、8番さん裏出しを把握しました。そして、4番さん、黒出しされて、8番さんが9番さん裏だったと。ちょっとね、ここで疑問なんですけども、8番さんがね、占い師をしたときに3番さん触れてなかったと。その時に対して、疑問に思ったのが、本当に真の占い師だったら、ちょっとね、3番さんに絶対触れると思うんですよね。なので、まあ、3番さん新目で見て、4番さん人狼、8番さんが狂人、そして、グレー考察ってなっていくんですけど、今日は、とりあえず4番さん中でいいと思うんですね、クローズされてるので。それから、まあ、皆さんの、グレー考察、また2日目、皆さんの意見聞きますし。聞き取れるでしょ？大丈夫でしょ？のプレイヤーは発言してください。発言してください。うん。4番さん、今日グレーになるんだったら、5-1釣りたいとか言ってたけど、今日はあなたが釣られます。ね。で、8番さん、対抗で出てきたけど、9番さんの結果言っただけだったよね。これはもう、本当におか、おかしいっていうか、なんか3番さんに対してどうとかこうとか、いろいろ言ったりしないのってことは思いました。で、7番さん、3番さん、僕が村に見えるとか言ってくれたけど、僕が狼でも村でも、やっぱり話はちゃんと聞きたい。ゲームを楽しみたい。それだけ。うん。まあ、それ、これ、俺にとってはマイナス発言になるかもしれんけど、やっぱり、うん、聞こえた方が面白いしね。怒られてる。俺怒られてるこれ。1番のプレイヤーは発言してください。カンタースラ。そうですね。9番さんは多分片白もらってないと思うんですけど、8番さんがカンタースラしたので。なので、今晩は4番さんを打っても、あとは占い師さんに任せて、切っていけばいいかなと思います。で、自分の目線は、そうですね、7番さんはすごい考察を述べられていて、7番さんはちょっと白っぽいかなって自分は見ています。そうですね、まあ、次の朝の
校舎長を聞いてもうちょっと広げていきたいと思います。2周目回ってきたんですけども、8番さんがハンタースラーってことで把握しました。ってことは8番さん、ハンターっていうことで見ると、もしかしたら91の中に、人狼がもう1匹いるのじゃないかという、話になります。それはですね、今まで、出てこなかった567で、また占い師用占いが出てこなかったっていうのがありますね。そして、91の中に絶対に多分いると思ってるんですよ。で、ちょっとね、私一番さんちょっと人狼じゃないのかな、第二の人狼じゃないのかなと思ってるんですけども、ちょっとわからないんですけども、今日はとりあえず4番さん入れたいと思います。そうですね、9番さん白を把握しました。ってなると、56だ5671の中に、狂人もしくは人狼11いると思います。そうなってくると2分の1の確率で、あと9番さんか、9番さん白か、そうで8番さん反対ということで、で僕カリウドです、僕カリウドです。なので、5671番さん、さっき3番さん守りました。5671の中に、狂人は人狼がいます。なので、この後の発言よく聞きます。狂人っぽいなと思ってるんで、57どっちか振ってもいいかなと思ってるんですけど、今日はちょっと5番さんが最後よく分かんなかったんで5番さん行こうと思ってます。これさ大丈夫か、これ本当にさ、本当にいいのこれで、本当3死んでいいの。6番、6、9のプレイヤーが選ばれました。6番のプレイヤーは発言してください。発言してください。まあ、まず長谷さんに言いたいのは、自分9番さんを狂人って言いました。人狼って言ってません。2番さんが1、5、6、7の中に、狂人は、人狼いるって言ったので、それは違うよって、9位も狂人の話す可能性ありますよって言いました。言いました。そこを把握してほしいです。よっしゃ。もう自分村人なんで、で、9番さんが5番さんに入れてますね。まあ、7番さんが安全に、安全な位置にいるので、ラーマンさん、人狼の可能性もあるんで、気をつけてください。以上です。7番、連れみたいなこと言ってんな。考察伸びるから。でも、3か2、今日、多分、釣られる位置なんだよな。もしくは、3番。もう守れないから。まあ、なので、まあ、3番釣られる可能性も高い。ってなると、6強の1番、人狼。で終わり、可能性が高い。旧狂人の可能性ももちろんありますよ。もちろんあるんですけど、人狼でしょ、1でしょ。7ですね。1番のプレイヤーは発言してください。はい、おはようございます。そうですね、もう僕その昨晩でもう6番さんちょっと終わりだと思ったんですよ。で、ここで終わらないっていうことは、もう57どっちかが人狼ってことで、僕、自分も、7番さんは本当に高射的に白く見えてるんですけど、そうでしょう。まあ、5番さん行った時に、もう自分と5番さんのローラーでもいいんですが、それだと、狂人が残って、9番さん多分、狂人だと思うんで、その場合の PP が怖いんですよ。なんで、75だと思います。2番、人狼を追うことになってますけども、今の発言で9番さんちょっと狂人深まりましたよね皆さん、9番さんちょっと狂人深まりました。そしてですね、1番さん、9番さんに合わせてきたよねということで、1番さん人狼だと思います。間違いないと思います。私は絶対に1番さん釣ります。そして多分これでミスったらやばいんですよね。確か人狼陣営釣らなかったら負けると多分2人残って、
なので、まあ1番さん人狼のことを願って人狼1番さんぶち込みたいと思います。以上です。投票を始めてください。ありえん、オラじゃないべ。さあどうする、さあどうする、来い。1番のプレイヤーが選ばれました。終わりか、終わりか。ゲーム終了。村人の勝ちです。はい、来た、はい、ました。はい、予想的中、あいざりますということでね、勝ちました、ありがとうございます。ということで、皆さんご視聴今日はありがとうございました。